にちは、西粟倉村の山根です。今日は東浜海岸に来てます。9号線を兵庫県の方に向けて、京都方面にね向けて走ったところにある海岸なんですけど、こうね、結構サーファーの方が多いですね。この海岸は約30数年前に、中学生の頃に臨海学校っていうのでね来た思い出があります。昔と変わってませんね。ここもね、すごいなんか水がね、青くてね、綺麗なとこです。なんかね、すごいハワイにも行ったことないんですけど、ハワイのビーチを思わせるような、すごいね、綺麗ですね。はい、ということで東浜海岸から放送しました。またね、素敵な海岸があったら紹介したいと思います。本当に鳥取最高ですね。はい、では失礼します。